一行寺は、茨城県小賀市長,谷長にある自衆の寺院。三号を、は水い山、陰号を、無料院という。鎌倉時代の賢治2年、一行上人春生が解散。明治初めに末寺だった候補寺。十年寺、幸福寺が廃寺となり、この寺に合併された。近代の太平洋戦争時に、自衆から浄土宗に改修したが、 昭和33年に自習に戻った。古学坊児、田代三期の木像が安置されている。三基の死後、門人らが作ったとされ、金郊を巡回し、病気治癒を願う人々に拝まれていたという。背負えるように木像の背には、紐が通せる穴があったされる。高さは75センチメートル。元の像は、明治34年に消失したため、現在の像は、 昭和8年復元。廃寺となった永泉院の過去帳がこの寺に保管されている。永泉院は一行寺の近くにあった古学坊の五大寺。この過去帳には天文13年更新4月15日三期寺、修古寺とあり、田代三期が古川で死去したことを示している。ABC 小賀市民族編830ページ、小賀市通社編201から202ページ、小賀市の文化財65ページ駅西口前、花桃館にて、小賀市公式ホームページ観光、歴史小賀市の観光パンフレットより、ありがとうございます。